熱血テレシズスポーツ部。さあ、いよいよスタートしました。テレシズスポーツ部おしゃべりゴルフ塾ということで、今回このようなタイトルを用意しました。この配信ではですね、スポーツに関する話題をいろいろと皆さんにお伝えしていきたいと思います。そして今回の注目ポイント、ゴルフというところで、いろいろ喋りながらゴルフを教えてもらうという配信なんですけれども、今回このようなラインナップです。まずテレシズの8チャンネルにかけて、今日8月8日配信スタートということになりました。で、おはスポサンデーという番組、皆さんご存知でしょうか。毎週日曜日の朝6時15分から放送して、私が MC で皆さんにお伝えしているんですけれども、以前にですね、実はゴルフの特集をしまして、でそこでなかなか地上波の放送ですと、まあ時間もありませんので、少ししか皆さんにお伝えすることができなかったんですけれども、やはり配信ですのでたっぷりと時間ありますので、皆さんに存分にお伝えしたいなと思いますので、そのゴルフ特集の続きということで、この配信ゴルフ塾でお伝えしていきたいと思います。そして次、私ゴルフめっちゃ下手なんです。その下手な私がこのゴルフ塾でスコアアップなるかというところも、皆さん楽しんでいただければなというふうに思います。そして今回はですね、静岡県在住のツアープロですよ皆さん、ツアープロに聞きまくって、そして初心者ゴルファーの皆さんの参考になればという狙いもあります。ツアープロですからね、このあたりのちょっとありがたみも感じながら、皆さんにゴルフこの指導というのをね、お伝えできればというふうに思います。で今回ですね、ご協力いただいたのはこちらのコース、富岳カントリークラブなんですけれども、ぐるっとねカメラ回していただけると、このように綺麗な富士山を見ることができるわけなんですね。絶景の富士山を見ながらゴルフを楽しめるというコースにご協力いただきました。そして今回この静岡在住のツアープロ、教えていただくのがこちらです。はい、こんにちは。お名前よろしくお願いします。黒岩光です。はい、ということで今回は黒岩光プロにお越しいただきました。まあ、今回はということもあるんですけれども、ここからずっと教えていただくと。よろしくお願いします。黒岩プロです。経歴から教えていただきたいんですけれども、いかがですか。まあ、大学が山梨学院で、で、まあ、あんまりこうアマチュアの時はこう成績はなかったんですけど、まあ、プロになってから、まあ、頑張ってっていう感じで、はい、やらせていただいてます。今ゴルフのプロですけれども、相撲されてたんですって、昔。まあ小学校の時、まあ地元は福島なんですけど、福島のこう小学校のわんぱく相撲で、まあ優勝とか、まあ何回か取っちゃったりして。ちょっとカメラさん、こう引いてもらえると、このがっちりした体型っていうのは、やっぱりこう相撲から来てるんですかね。この足とこのケツですね、やっぱこのいいケツはやっぱ相撲から来てるのかなって思います。ですからティーショットバコーンと飛びますからね。得意なプレーというところなんですけれども、どうですか。まあ、得意なプレー、まあ、足とかこのケツを生かして、こうドライバーをバコーンと生かしたいところなんですけど、得意なプレーはアプローチ。はい、意外とアプローチ、意外と繊細な動き。実は現在点点点とありますが、これプロからどうぞ。そう、実は、まあ、一応レギュラーツアーの下のアベマツアーっていう方には出れる予定ではあったんですけど、今年の5月9日にこの手の手術をしまして、でちょっと今試合に出れてないっていう感じで、でまあこれが治れば9月、10月、まあ11月には来年の予選会があるんで、そっちに向けて頑張っていこうと思います。はい、そのリハビリ中に私に教えていただけるという、まあなんとラッキーなことだということもありまして、まあ共にプロと共に私も頑張っていきたいかなというふうに思っています。お願いします。そしてその重要な指導についてなんですけれども、これまで指導された経験っていうのはいかがですか。指導はやっぱここの富岳カントリークラブでお世話になってるんで、まあここにこうスポンサーしてもらってる方々に、まあ指導をしたり、
まあ、僕もここでキャディのアルバイトとかもしてるんで、そこでまあワンポイントとか教えれたらっていう感じですね。実際今回私が3ヶ月くらいかけて教えていただこうと思ってるんですけれども、うまくなりますかね。まあ長井さんの腕次第いやしっかりこの頼みますよもう一つこの皆さんに、まあ、見ていただくというこの配信チャンネルなわけですけれども、どれぐらい再生回数もありますかね。バズるでしょうバズるでしょうちょっと一応目標決めときますか。目標多分ね100回ぐらいかなと思うんですけども。って思うじゃないですか。1000回いきましょう。では改めて場所をご紹介します。静岡市清水区の富岳カントリークラブ。すべてのコースから雄大な富士山を見ることができ、四季折々で姿を変える富士の眺望はゴルファーに安らぎと潤いをもたらしてくれます。風光明媚なコースが今回のレッスンの舞台です。じゃあ永井さん、はい、コース来たんでやってみましょうか。さあ行きましょうか。お願いします結構緊張しますねお願いします。はい、これはこのホールは大丈夫なんで、はい、隣から行ってみましょう。ずいぶんなブーメランになりましたねだいぶ右で、ずいぶん右、はい、隣コース多分大丈夫だと思います。いやー、はい、すいません結構先っちょにあった。お乳のボールがいきなり右に消えていきましたフェアウェイの、お、フェアウェイじゃん、すごいさ、フェアウェイです隣のコースですが思いっきり曲がりましたね。もう思いっきり右に行きましたねよくありますかね、初心者ゴルファーには、隣のコースに行ってしまうって、まあ、ありますね。でも富岳ならではのことなんですけど、やっぱ隣でもセーフなんで。あ、これ難しいな高台にあるコースに戻すっていう、はい、おーナイス。いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、ナイスナイスナイスなんか隣のコースに来たんでちょっと吹っ切れました、いろいろけーナイスショー、いいんじゃないですか。またヘアウェイ、ヘアウェイキープスコアアップを考えるとちょっとどう打とうかなっていうのはかなり考えるんで、考えすぎると良くないですね。お、めっちゃいいナイス。あー、ちょっと短い、惜しい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 。今日いいかもめちゃめちゃいい一応富岳カントリークラブは富士山に向かってこう目が来てるんで、今ちょっと富士山あそこなんでちょっと見えづらいですけど、はい、こう左から右にかけてこう目がこう来てるんで、これもまあ傾斜も左から右なんで結構目と傾斜が一緒になるんで結構持ってかれやすい。あ、そういうのがあるんですね。はい今までそんなに気にしてなかったあー、止まれば止まれば、あー、まあ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 大丈夫です。ここまで来たのにあれだったらパターでいけると思います。すいません、ありがとうございます。あー、ちょ止まって、あー大丈夫です、離れる、大丈夫です、大丈夫です。目標から離れる人生みたいうまくいかない。そして7打目ですね。さっきよりかは弱くした方がいいですね。うまい。お、おー、惜しい。
最後決めてください。落ち込んだり喜んだりしながらこれでカップイン。ナイスです。ありがとうございます。8かな、8 1 2。ほー、グーショー。どうすか、めちゃめちゃいい球。ね、250ぐらいいってます。まっすぐ来ました。めちゃめちゃいい球。うまい。うーん、ナイス、ナイスです。お、飛べば OK、 ナイスオン、ナイスです。ナイスオン、ナイスオン、ナイスです。あー、木に当たった。あ、どういうこと。大きな素振りだったな。今のは何ですか。今のは一打です。一打です。よし、フィニッシュです。フィニッシュです。改善ポイントはいっぱいあるんで、はい、そこをちょっとずつ直していけたら、はい、まあ良くなっていくかなって思います。ということで私のスコアこのようになりました。じゃじゃん、158。まあ最後ね、8がつくあたりはテレビ静岡の8チャンネルらしいなと勝手にこじつけているんですけれども、158でした。どうでした。いやでも永井さん、結構いいところもありつつ悪いところもいっぱいあったんで、まあ、そこをちょっとずつ伸ばしていけたらいいかなって思います。でもやっぱコースと練習場とまた別なんで、でもやっぱ練習場でできないものはコースでもできないと思ってるんで、まあ、練習場でそれを特訓してやっていけたら治ってバババンと100切れちゃうかもしれないですよ、これ。58、59マイナスになっちゃうかもしれない、3ヶ月で。ちょっとクロイアプロノリが軽いんですよね。そんなにうまくいかないんじゃないかなと思ったりするんですけど、一応聞いときますけど、はい、この158がどれぐらいまでアップしそうですか、私。リアル3ヶ月なところ言うと、本当120台では絶対上がれると思うんで、頑張っていけたらなって思います。じゃあ120ぐらいをまずは目指して。そうですね、3ヶ月120、はい、まあ、30、40からこう30、そうですね、160台ぐらいなんで今、まあ、それは30マイナスぐらいになっていければ3ヶ月でどん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 減っていって、もう気づいたら60台出ちゃうかもしれないですよ。はい、こういうキャラクターの黒岩プロとともにこれからお送りしていきたいと思います。まずはとにかく練習あるのみですので、これからね細かく黒岩プロに教えていただきたいと思います。じゃあ待ってください。はい、ここから3ヶ月よろしくお願いします。よろしくお願いします。